ここは山陽新幹線の博多駅でございますけれどもね、今からですね700系16両でね、唯一、光と定期運用っていうのは東海のね区間からはもうなくなってしまったんですけどね、西日本の区間だけは1往復残ってるということでね、今から光444号に乗って、新大阪まで行こうと思います。で今回来たのが B 編成とあの西日本の編成がね来たんですけども、もうこれもね今この16号車はですね喫煙できるね号車でございまして、もうこれもねあの700系が引退するとあのなくなってしまうのでね、私はタバコ吸いませんけど、あえてこの16号車を選びましたね。ということで乗車しようと思います。私のね、ご視聴者様がですね、ごめんなさいね、滑舌悪くて、わざわざね、博多で出迎えてくださいまして、で、博多小倉間のね、一区間だけっていうふうに、お見送りもね、していただいて、本当に、視聴者あってのね、私だと思いますのでね、今後も、よろしくお願いいたしますということで、もう九州はね、あっという間に去るというわけなんですけど、またね、北海道にね、行かないといけませんのでね、まずは新大阪まで行きまして、でそこからですね、まあ、明日は新大阪から東京経由で函館まで行くということになっておりますのでね、まあ、続編も見ていただければ幸いでございますのでね、じゃあまずは、客室でちょっと、まあ、ゆっくりしてようと思います。抜けたらね本州にね行けますのでね、いやもう九州あっという間でしたね、本当に長いと思ってたけど、
ということでね、博多から、2、3時間ぐらいかけましてね、光号で新大阪に着くわけなんですけれども、今ね、デッキに出たらね、本当この列車のね、乗車券、特急券が落ちてたんですよね。これは本当にね、問題、やばいんで、これはね、絶対駅員さんにね、渡すべきだと思うので、これはね、広島で出られない人もね、いると思うので、これを、届けようと思います。絶対今頃広島でやばい切符なくしたって人いると思うんで、これ絶対一応、一刻も早くね、これ駅員さんに渡さないとね、いけませんね。デッキに落ちてたんですけど。